二階堂さんあれ何や、2日間で1日のあれでしたか、撮影が1日でした。2日間です。2日間ね、はい、職員、職員の方が集まるので、はいはい、山笠子の妻はどうでしたか。いやもうなんか謎の女性だったんでねえ、なんかそのわからないですよね。全然わからないです、うん、どうしたらいいんだろうっていうところから始まる。役目決めてない、役目決めてないそうなんです待ってますそうか、妻さんそうか、お名前がないんです。名前が、そう、資料が残ってない。そうなんです。そうなんです。本当に謎でどんな女性なのか想像つかなかった。大体みんなね、役者の手術に基づいてそれに近づけようとするんですけど、ね、だから昨日かな、なんかしたの浅野直で現代名が、ね、あの養成現代名浅野直、それは陽明なんですよ、浅野直で、これ本物の名前で、でもう一人あの大石倉之助の妻で、あれは現代名は大石美穂。美穂何の関係があるんだ、何の関係、美穂ってなんかなん、どうやって出てきたのかな。今の阿久師匠の本物の嫁の名前だ。そこかい。そうだね。そこを出さなあかんのかい。そういう友情出演が。大石陸やからね。何つけたらいいの。まあ師匠の。だから江戸時代も大石陸、今も大石陸以外になかったから。市長の嫁の名前で映画を見て、日本でしたね。市長が今度映画見に来てもらうときはなんか嫌な感じですね。みんなが別の男か、見ようって言われててね。そうか、そういうことだったんだ。山笠子の妻は資料はないから、はい、そのパターンやろうなと思う、うん、そう、まあだからどっかの奥さんの名前を知らない。どっかの奥さんのね。どっかですか。内緒でも希望を言うてもらえるから、ね、そう、なんか私はこの名前、この名前の方なんかこう白鳥理恵子とかいいんですか。上はダメです。上なんで上まで変えてるの。別人じゃないですか。山が変わらへんから。山が鹿、あ、鹿にしようか。めっちゃ鹿やん。漢字変えてね。漢字変えてね。しっかりとあれですね、野口亮のお母さんしかでしたっけ、多分そうやね。そうですよ、うん、しかでいいんちゃいます。ほんまに言ってるのか。これしかいなんだ。なんか決定していきそうですよね。自分の意思を無視して。希望があればこっそり言うと、ね、こっそり、いやちょっとじゃあ後ほど。